北北海道代表富良野小サッカー部キャプテン松山光、わずか11人の部員で激しい練習を続け、念願の全国大会初出場を果たした。努力のサッカー少年であり、美咲、松山、みんな、美咲の元チームメイトでもある。松山は食堂で偶然ぶつかった明和 FC の日向小次郎に殴られ、喧嘩に発展しかかる。富良野と明和はこの因縁に導かれるように準決勝で相対する。日向小次郎、食堂での借り返してやるぜ。何がチームプレイだ、そんなサッカーこの俺が叩き潰してやる。この借りは次に会った時高校できっちり返してやる。ああ、楽しみにしてるぜ。松山と日向両エースの一騎打ちは試合開始早々実現した。覚悟しろよ、日向。こいつなかなかやるぜ。圧倒的エースストライカー日向を中心としたプレイスタイルの明和に、根性とチームワークで対抗する富良野。お前のスライディングタックル破ったぜ。貴様わざと足を見てろよ、ヒューガ。サッカーは一人じゃできっこないんだ。お前のワンマンチーム明和は俺たち富良野が必ず倒してやる。責任重大な一番手として登場です。これで消える。明和が取れば富良野が取り返す一進一退の攻防。後半、松山は怪我した足を引っ掛けられ、痛みに叫ぶ。くそ、こんなことで負けてたまるかよ。俺たちは練習量ではどこにも負けない。あの雪の中、厳しい寒さの中の練習に比べれば、こんなの辛さのうちに入らないぜ。富良野はその後もガッツとチームワークで徐々に明和を押していき、試合終了間際、明和のハンドにより同点の状態で PK のチャンスを得る。この俺がこんなところで負けるのか。この PK はみんなで得た PK だ。だからここはみんなで全員の気持ちで一緒に蹴るんだ。ついに日向が追い詰めた松山たち。しかし、キーパー交代だ。ついに姿を見せました。注目されます。明和の不死身のキーパー若島津の登場に、ワイルドイーグルだ。ボールに力を込め、これは飛ばせた。間に合ってくれ。懸命のセーリング、止めた、止めたぞ。よりゴールならず、ただひたすらに勝利のみに向かってゴールを目指す日向の渾身のシュートにより、富良野は敗退。涙を流すチームメイトに松山は言う。泣くな、みんな。俺たちは今日まで精一杯努力し、精一杯戦ってきたんじゃないか。胸を張って北海道に帰ろう。また松山は懸命に戦う日向の姿を目の当たりにし、日向、お前のことをなんだかんだ言ってきたが、お前もお前なりに精一杯戦ってるんだな。今日一緒に戦ってそれが分かった。そして今日は俺たちが負けた。でもいつの日かまた勝負だぞ、日向小次郎。心の中で再戦を望むのだった。3年間使ったこの部室も今日でお別れか。ほら、ちゃんと片付けろよ。下級生に迷惑かけないようにな。おお、うわ、懐かしい。これ
1年の時のトーナメント表だ。誰だよこんなとこに片方だけ。みんな大変だ。みんな、いよいよニューヒーローリーグの始まりだ。相手はどこも強豪ばかり。裏の中のサッカーで絶対に優勝しようぜ。よう松山。石田、武井。こんなに早くリベンジの機会が来るとは思ってなかったぜ。そうはいくか。今回も勝つのは俺たちだ。そうだ、また俺が試合を決めてやる。小田君、このシュート松山、次は必ずお前に勝つ。ああ、楽しみに待ってるぜ。はじめましてだな、富良野の松山。ああ、そうだな、花輪の橘兄弟。いかにお前たちでも俺たちの高さまではついてこられないだろう。高さなんて必要ない。俺がお前らのシュートを止めればいいだけだ。いくぞ、俺たちの空中へと。ダイナの回転、手に叩くないボールを打ち下ろせ。防いだ。それ よう、ずいぶん早いじゃないか。お前が一番乗りだぞ。ジト、お前らのチームワーク、今日はペシャンコに叩き潰してやるだ。富良野のサッカーの強さ、思い知らせてやる。せいぜいちまちまやってみればいいだい。ガッハッハッハ。捕まるかよ。キャプテン、おはようございます。お前ら、こんな早くにどうしたんだ。どうしたって決まってるじゃないですか、朝練ですよ。俺たちはキャプテンよりも才能がないんだから、キャプテンより練習しないといけませんからね。水木、これまでの試合を見させてもらったが、心臓は大丈夫そうだな。あ、もちろん心配は無用さ、望むところさ。今日は勝負だ松山。来い。そして俺たち富良野中が勝つ。ハンデがあろうと僕は戦うぞ。ワイルドイーグルキャップだ。ここからシュートだ。ボールに力を込め、表しが出るんだ。キーパーごと押し込んだ。みんなの期待と思いは裏切れない。勝ちましたよキャプテン。ああ、やったなみんな。俺たちの夢まであと一歩だ。みんな、ついに次は南葛戦だ。行こうぜみんな。これまでの人生完全燃焼させようぜ。富良野のサッカーの強さを見せつけるぞ。よし、お前も一言気合い入れてみろ。行って、ここだ。ドライブシュート、大空へ羽ばたけ。フェニックスが飛んだ。雪国で磨いてきた、これが俺の力だ。負けたのか。そうだろ。勝った、勝ったぞみんな。キャプテン、俺たち本当にやりましたよ。
なあ、夢じゃないんだよな。これ夢じゃないんだよな。夢なんかじゃないぞ。勝った。あれだけの学校に全部勝ったんだ。泣くなよ。俺も泣いちゃうだろう。キャプテン、今まで本当にありがとうな。みんなは最高のチームメイトで、俺たちは最高のチームだったぜ。キャプテン、クラノ、この試合に勝利。